じゃあ小谷さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。元気いっぱい行きましょうね。行きましょう、はい、よろしくお願いします。小谷さん、はい、じゃあ今日はね、こちらの方お願いします。あ、話を聞いただけで思わず勃起してしまうエロい話を聞かせてください。はい、はあ、これはね、あの梶原さんに聞いたやつなんですけど。あ、そうなんですか。じゃあ小谷さん、お願いします。なかなかね、はい、ホームレスのエロ話って聞くことないですか。そうっすね、はい、そうやな。ほんなら、いや、僕結婚してて、はいはい、あの嫁、もんちゃんいるんですけど、はいはい、名古屋に住んでるんで、はい、たまに戻るんです、はい、名古屋で、はい、2人の時に、はい、あの、そうですね、なんかあのふとした時に、はい、なんかあのテレビとか見てたら急にチューとか向こうがしてきて、はいはい、その時の顔がすごいなんかエロい顔して、はい、で、はい、なんかあのなんて言ったんですか、隣に、はい、あの両親とかがこう、あ、部屋で実家だから寝てるんですけど、はいはい、なんかそのままなんかこう、うん、始まるみたいな、なんかええなって思う。毎日ゲットタック。なかなか聞くんじゃなかったな。